はい、山田です。それでは恒例の箱絵バトルいきましょうか。今回のやられ役はウィザードロッド。まあ持久型なんで相性的にはコバルトドラグーンの方が有利だと思うんですけど、やっていきましょう。はい、カスタマーデフォルトですね。でコバルトドラグーンもデフォルトでいきます。それでは第1セット3、2、1、おーし、ファーストフィニッシュ。おー、バラバラだ。コバルトドラグーンに、2ポイント。はい、次いきます。3、2、1、おーし、あー、これは逃げ切られたかな。ただ左回転なんで回転吸い取ってる。あー、スピンフィニッシュ。ウィザードロッドに1ポイント。3、2、1、ゴーシュ。ラストフィニッシュ。コバルトドラグーンに、2ポイントということで4ポイントですね。で、第1セットはコバルトドラグーンの勝ち。以上、第3セットまでやりましょう。3、2、1、ゴーシュ。アタック連続で入る。スピンフィニッシュ。コバルトドラグーンに1ポイント。意外な結果ですね。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ。ウィザードロッドに2ポイント。おっと、逆転された。3、2、1、ゴーシスピンフィニッシュ。コバルトドラグーンに1ポイント。ポイント2対2ですね。3、2、1、ゴーシュ。ファーストフィニッシュ。コバルトドラグーンに2ポイントということで、このセットも、4対2で、コバルトドラグーンの勝ちですね。まあ相性的に当たり前なんですけど、まあ気持ちいい勝ち方してくれますね。ドランバスターとは違いますね、全然。それではじゃあ第3セットいきましょう。3、2、1、ゴーシュ。あ、スピンフィニッシュ。ウィザードロッドに1ポイント。あんまり回転吸収しないですね。高さが違うからかな。3、2、1、ゴーシュ。ファーストフィニッシュ。コバルトドラグーンに2ポイント。
いやー気持ちいいですね。早く他のベイとも戦わせたいですね、俺。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュということで、コバルトドラグーンの、勝ち3立て。強いっすね。ちょっと他の強いベイともガンガン戦わせてみたいと思います。以上、山田でした。バイバイ。